したロシアの。Как тебе российский косплей? もう、すごすぎて、私もコスプレやったことありますけど、もうなんかフィギュアが歩いてるみたいな。一人の18歳の女の子からツイッターでメッセージが届きました。私がどんなにロシアを愛していて、このイベントがすごいことかということが書いてありました。ここにいる上坂すみれです。Та девушка, которая написала мне сообщение, это ныне присутствующая здесь на сцене госпожа Уэсака. Давайте упражнение сейчас сделаем. Да, позицию повторите, главное, не забудьте позу такую сделать. Повторите, повторите, пожалуйста. Де кумони мо саде! Я серьезно мечтала поехать в Россию и встретить с вами. 感無量としか言いようがない感じですけれども、大学で声優として活動ができるようになったのが2011年の終わりぐらいからだったので、本当2010年時点では声優にもでもなかったし、何者でもない、ただのロシアが好きだけど何もすることができない状態だったので、こうやってロシア語も多少なら喋ることができるようになって、歌もいくつかあるし声優にもなったし、あとはロシアに行くだけみたいな、そういう思いもあったので、ここでもちろん終わりじゃなくて、むしろこう今スタートしたっていう感じですけれども、なんか文化外交私もできるんだなっていうのがすごい嬉しかったです。